はい、おはようございます。熊沢でございます。今日が、12月23日でございますね。12月23日はいでございます。おはようございます。今日はですね、またなんかお話できたらいいなと思って、その Vlog で今日の日記見たくちょっとやってた時期があるんですよ。この縦のね Vlog で今日の日記みたいな感じで、その今日は何があってとか、そうじゃなく、それもいいんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、なんかその結局ね、なんかをちゃんと話のネタを準備していく方がまあいいな、話しやすいのもあるしいいなというふうに思ったので、まあ、なんかこうお話をできたらなっていうふうに思ってるんですけど、毎回最近、ここ最近ね、僕のねこのチャンネルの総視聴回数がですね、なんかついに1万回を突破したそうでございまして、日頃よりご覧いただいている皆さん本当にありがとうございます。ね、多分おそらくそのチャンネルにね来ていただいたり動画を見ていただいている方の中でチャンネル登録をしてない方もね、まあいらっしゃるかと思うんですが、ぜひチャンネル登録もねしていただけると嬉しいんですけど、まあね、今回その総視聴回数が1万回を超えましたって数字の話してる僕が言うのもなんなんですけど、数字ってすごく大事なんですよ。例えばそのよく言うのが、まあ、動画を上げました、いいねの数がどうだ、視聴回数がどうだ、チャンネル登録者数がどうだ。ビジネス的な観点で考えたらやっぱたくさんの人に登録されてる方がいいし、たくさん再生されてる方がいいし、たくさんいいねがついてる方が、まあ、人をね、いいねという気持ちにさせたという意味ですごく有料なコンテンツをね配信してるという意味合いで言えば、すごく重要だと思うんですよ。それこそツイッターのフォロワー数とか、ツイートのいいね数、リツイート数、それから、まあ、インスタグラムとかもそうなんですけど、まあ、ある種そのインターネット上においてはその自分の武勲をなんていうのかな、示す戦闘力みたいなものじゃないですかね。だからまあ重要っちゃ重要なんですよ。それからまあこう発信する側のその頑張る動機、一つの動機なんていっぱいありますからね。だから一つの動機になるとか、まあ、そういう意味合いの中で、まあ、数字ってすごく大事なんですけど、それに縛られるのは嫌で、僕は。今ね、僕のその動画の中で一番、最も、このチャンネルの中で最も再生されているのが、GH4 のおすすめレンズを語った動画なんですよ。それがね、今見たところで、もう734回見られてるんですよ。で、僕にとってはもうすごく大きな数字なんですよね。そんなに GH4 って未だに注目されてる動画、こんな髪型で話して申し訳ないですけど、注目されてる動画なんだっていうことを、まあ、再認識できた一つでもありますし、まあ、動画内に何個かコメントが来てたりとか、まあ、GH4 関連の質問をされたりすることは結構多いんですけどね、このチャンネルの中で。だからまあ一つ、こんなに見てもらえてるんだったら、もっといい動画発信できたらいいなっていう気持ちにはなりますよ。なるけど、なんか、なんだろうな、それによってなんかあまりこう大きな浮き沈みは特にないんですよね。嬉しい方の振れ幅は大きいけど、でやれそのまあ、ちょっとサムネも最近一新してね、この縦の Vlog ももうちょっとこうなんかこうなんていうのか、にぎやかしくない落ち着いた感じに したりとか、メインのコンテンツで上げてる方もちょっとこうおしゃれ路線にしたりとか、まあ、そういうのはちょっとこう自分の中でこう自分の快感原則、気持ちいいと思えるライン、いいと思えるラインの中に収めて、まあ、おしゃれかなとか思ったりするような、あとはこう動画の内容が一目でわかるようなとかいうようにちょっと刷新したりはしたんですけど、よくあるのが、そのなんか、こう伸ばすための、サムネの作り方とか、タイトルの付け方とか、
あとはなんだろうな、ハッシュタグはこうつけろみたいなこととか、まあ大事ですよ。大事だし、あのタイトルもぶっちゃけ僕も結構そのなんていうのかな、あのちょっとこう誇張表現を加えたりすることもあるので一概には言えないんだけど、なんかそれ一辺倒になっちゃうとすごいつまんないなと思ってて、なんか僕がこのチャンネルやってる一つのチャンネルをこう解説して動画を毎日アップしてる一つの理由に、まあ、自分がなんていうのかな、僕ね喋らないと頭が整理できない人なんですよ。そうだから、まあ、喋る場所っていうところで、別にあの喋る場所がないってわけじゃないんですけどね、ないんだけど、まあ一つこう発信する場所ということで、ツイッターで文章でやると冷たく見えてしまったりすることもあるし、ブログみたいなのやってもその伝わりきらない部分もあるし、まあそういうふうにこう喋るという一つの側面と、あとはこう物事って価値っていうものがあるじゃないですか。で僕は一応その人から仕事をいただいて、それがまあその法人個人問わずね、いろんなところからまあ映像撮ってくださいとか編集してくださいとか曲を作ってくださいとか写真撮ってくださいとか、まあそういうものをいただいて、それに対して仕事をするわけですよ。でそこにあるのは一つ価格じゃないですか。価格、その仕事に対しての、まあ、僕からしたら対価ですよ。仕事をした、労働をしたということに対する対価っていうものをあらかじめ提示しなきゃいけないわけですよ。価格ですよね。価格っていうのがあるじゃないですか。でそれ真逆にあるかわからないけど、まあ価値というものもあるわけですよ。で例えばじゃあ、動画を編集しますで1000円とするじゃないですか。例えばですよ、動画を編集する1000円でやってますよっていう、その1000円という価格と、その僕が提供するサービスに対する価値が上回ることがすごく僕は重要だと思ってて、価値ですよ、価値。だからあれですよ、漫画喫茶に行きましたとかコンビニに行きました、でじゃあコンビニにしましょう。コンビニに行きました、僕はまあ必要な文房具が欲しくて行ったわけですよ、コンビニに。でもう買うものは決まってるわけですよ。黒いボールペンが欲しい、まあ高々100円くらいなもんじゃないですか。でこの100円を僕は文房具に払うわけなんですよね。だから別にその全然関係ないんだけど、レジに行きました。で対応してくれた店員さんが非常にちょっとこう態度が悪かったってなると、本来僕文房具を買うために行っただけなのに、なんかちょっと嫌な思いするんですよね。だけどその店員さんがまあ普通ってんじゃないけど、なんかちょっといい対応をしてくれたというか、まあ笑顔だったり元気だったり、なんかちょっとこう効率が良かったりとかすると、なんか気持ちよく帰れるじゃないですか。でその人たちって多分時給で働いてるから、どっちでやっても価格は変わんないんですよね。価格はなんか900円なりで働いてるんですよ、1時間。だけど価値は全然違うと思うんです。そのお店雇ってる側もやっぱそうやって元気に明るくこうお客さんが笑顔で帰れるような接客応対をしてる人の方がお店としての資産価値高いじゃないですか、圧倒的に。だからその価格と価値っていうものは別物だと思ってて、で、まあ、自分の商品価値を高めたいなっていうのもあるんですよ。やっぱ対人関係でやってることだから、まあ、コミュニケーション能力をもっともっと高めなきゃいけないっていうところだったりとか、こう自分の映像に対する熱だったり知識だったり、音楽に対する熱だったり知識だったり、まあ技量だったりとかを自発的にどんどん宣伝していかないと、まあ仕事、まあ、取れなくて、もちろん飛び込みで営業しに行くとかって全然そういうのも重要なんですけど、まあ昔みたいにその自分の作例集みたいなのを持ってクライアントのとこに行って仕事くださいっていう時代ではもうなくなっているので、手軽にそういうふうにこう見れるコンテンツとして、まあ、YouTube をまあ選択して、まあ、こう喋ってるっていうのもあるんですよね。だから自分の価値、
クリエイターとしての価値だったりとかっていうのは技術を磨くとか知識を共有、その保有するとか機材を購入する導入するとか、まあ、もちろんそういうところも一つあるんですけど、やっぱ人と人とのつながりなんで、例えば同じ5万円を支払うんでもこっちの人が仲いいからこっちに依頼するって全然普通にあると思うんですよね。だからそれって価値なんですよ。知り合いだという価値観ですよね。でそこをどう高めるかっていうことを考えたときに、こう喋るとかちょっとオタッキーな側面を持ってたりするので、そこをまあひけらかすっていうんじゃないけど、まあ、こう 発信する。でそのこの喋りのトーンとかはもうやっぱなかなかやっぱ変えられないものじゃないですか。こう持って生まれたこのちょっとこうねキャラクターとかあるから、あキャラを作ってるとかではなくて、やっぱこういうテンション感なので自分自身が早朝に喋るのってやっぱなかなか難しいんですよね。シーンによりますけど。なので僕が知識を発信しました、技術を発信しましたっていう時に、まあそれにこうして共有したものを受け取ってくれて、こうよかったよとか言ってくれる人たちと、こうなんていうのかな、楽しくやりたいってのも変だけど、お互いにいい関係でいられる場所でもあるなというふうに思うんですよね。だからそれでやってると。だからまあそういうつもりでやってきて、数字はもちろん気になるから見るんだけど、どちらかというと再生回数を増やさないとダメだっていうことでは特になくて、だから結構オタッキーな内容だって、ビジネス的観点で言ったらまず初心者向けのカメラの基礎知識とかからやるべきだと思うんですよ多分ね。シャッタースピードとは何かとか、じゃあ ISO 感度とは何かとか、そっちからやった方がいいと思うんですよ。で初心者の人たちがバッと入ってきて、で中級編とか上級編とかね、何のカメラを買うのがいいんだとかいうわけですけど、ただ僕が映像を撮るときはパナソニックを使ってて、いきなり GH4 のネタから掘り込んで、次 S1H 買ったんで S1H とか、もう一辺倒な、本当にもう自分の思うがままに動画を上げてるじゃないですかね。だから数字は気になるけどそんなに追っかけてなくて、どちらかというと自分がコツコツ楽しめるものの中で自分とは何たるかっていうものをこう発信してるっていうチャンネルがね、1万回ですよトータルで、半年ぐらいやってますけど、っていうのが嬉しかったなっていう、積み重ねてきたことがここに残ったっていうことで、まあ嬉しいなっていう。なのでこれからの時代は自分の存在価値だから、なんかよくその自己肯定感みたいなこと言うんだけど、まあちょっとそれは置いといて、あんまり僕はその言葉好きじゃないんだけど、まあそういうのあるじゃないですか。だから自分の存在価値をこう高めていく。でそのやっぱ自分の価値を定めるものって自分じゃない、周りだったりするじゃないですか。だからそこをこう築き上げていったり、それがその並列な関係で隣同士こういろんな人とこうチームというかコミュニティというか、知識を共有し合えたり意思を共有し合えたりするような、大なり小なりその村っていうか町というかみたいなものをこう形成していくようなことなんじゃないかなと思うので、まあその点で見たらチャンネル登録してほしいんですよね私はあなたの考えに割と賛成してますよとか、肯定的な意見を持ってますよっていう人がどれぐらいいるかっていうのを指し示す上では、まあ非常にいい分かりやすい数字なので、で欲を言ったら別に登録バンバンしてほしいし、いいねバンバン押してほしいし、コメントもたくさんしてほしいし、ツイッターとかインスタとかもフォローしてほしいって思いますよ。だけど、まあ、地に足つけた時に、いやいや違うよっていうね。まず自分を発信することをコツコツやっていかないと、そんな、ね、YouTube 始めたら、なんか、10万人登録いって、人気者になってとか、そういうわけじゃないじゃないですか。もうそういう時代じゃないですからね。
なので、まあ、コツコツやってきたことが、こう、現れた瞬間、一区切り、1万回という、もう総再生数なんでね、こう、アベレージを出すと非常にがっかりする結果になりますので、やらないようにしますけど。ということで、まあ、一つそういう数字を目にしたので、まあ、なんかそういう、数字も大事だけど、なんでやってるのかとか、なぜやるのかとかの方が、まあ、重要かなって、数字は後で追いついてきますから。はい。っていうふうに思ったよっていうことでございます。はい。で、さっき鳴ったのは、アラームでございまして、そのなぜアラームが鳴ったかというとですね、これからライブ配信の仕事があるので、準備をし始めてくださいというアラームでございました。はい。なので、これからね、準備をして、現場に向かってですね、セッティングなり、機材搬入なりして、楽しんでいきたいなと、思っております。熊沢でした。